リオデジャネイロ五輪柔道100キロ超級で原沢久義24日本中央競馬会が銀メダルを獲得し、男子は全階級でメダルを獲得。男子代表の井上康生監督38はこの7人は歴史に大きく名を刻んでくれたと選手を称えた。前回ロンドン大会で金メダル0に終わった男子柔道の再建を託されての監督就任。練習量に頼っていたやり方を改め、選手の肉体改造に着手したほか、海外の民族格闘技を学ぶなど数々の改革を進めてきた。その思いに応えた選手との4年間について質問が及ぶと思わず号泣。選手を信じることだと思いますと声詰まらせると、もう一度選手を信じること、それだけだったと思います、そう答えた後は言葉にならなかった。原沢は試合後フジテレビ系目覚まし土曜日に生出演し、監督からはまたやっていこうと言われ、新たにやりたいという気持ちになった。4年後また同じ舞台に立ちたい、その思いでいっぱいですときっぱり、指揮官の涙に4年後へと気持ちを新たにしていた。